こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていて、むむむ、な物件を見つけてしまいました。今回はなんと、桜が綺麗やねー。はい、失礼しました。今回はなんと、ビルを大改装した、食好き活動賃貸。なんじゃそりゃー。仲間に入れて。なんでも、オーナーさんがおばあ様から受け継いだビルを大改装。すなわち一棟丸ごとリノベーションしてしまったらしく。そこに、食通と呼ばれる方が続々と集まってきているみたいなんですよね。さらにそのビルに暮らしながら、飽きないもできるんだとか。そして自分の生活スタイルに合わせて、食との関わり方を探る仕掛けも施されているんだとか。さらにさらに、実際に生活するお部屋は全て異なるレイアウトになっていて、どの間取りも、キッチンが主役になっているらしいんですよね。まあ、僕も食にはかなりこだわりがあると言いますか、常に新しい味への可能性を試していたりもするわけで、キッチンが主役の物件となれば、これは見に行かない乾杯となるわけです。というわけで、今回は東京都北区にやってきております。まだ葉っぱのボリュームが寂しい季節ですが、春になったら桜が満開になり、一気に賑やかで華やかになることでしょう。いやー、今からもうお花見が楽しみですよ。空が青いなぁ。というわけで着きました。形が三角。白い外壁が扇状に広がっていて、まるで選手のようにも見える気がします。まずは左サイドからチェックさせていただきましょう。手持ちの資料によると、こちらの建物は地上4階建てになっているようです。で、1階部分は中がスケスケなガラス引き戸になっているので、こちらは一斉に開けてみましょう。めっちゃ開くやん。中は見るからに店舗という感じの見た目ですね。床のグレーと赤のツートンカラーが無骨な感じでかっこいい。そして外に縁台まで用意されているあたり、これは、団子屋やるしかなか。ちなみにこの店舗スペース、普段は1階の住人さんがお店をやるスペースらしいのですが、日曜日限定で、他の階の住人さんも利用できるシェア店舗として開放される予定なんだとか。新しい。新しすぎる。普通は借り手側が制限なく利用できるのが一般的なはずですが、日曜だけとはいえ、この物件においては譲り合いの精神を取り入れた優しい世界が広がるわけですね。となると、週に1日だけなら商売未経験の方も、ちょっとやってみよう的なノリで始められる気もするし。しかもここは、希少な路面店という場所ですからね。週末カフェに物販、マルシェや展示会など、何でもござれな店構えになっているのでこれはいいな。ちなみに補足でお伝えしておきますと、1階の住人さんからすれば、日曜営業できないということになるわけですが、そんな心配をよそに、すでに申し込みが殺到しているらしいんですよね。その人気の背景にあるのは、住人さんみんなで地域を盛り上げる、というコンセプトのもと、住人さん同士がそれぞれの活動を応援し合い、時にはコラボしながら、その情報を地域に発信していくという、オーナーさんの熱い思いに共感した方たちが集うからなんだとか。素敵やねー。せっかくなので、厨房の方もチェックさせていただきましょう。とその前に、資料によると、1階はこの建物で唯一の店舗付き住戸になっているらしく、出入りはあちらのドアからできて、建物の裏手が玄関になっているようです。レイアウトは、後ほど間取り図で確認させていただくとしましょう。改めましてこちらが厨房スペース。設備やカウンターは備え付けられているので、あとは食器や必要な調理器具などを準備すれば、すぐにお店をオープンできそうですね。誰かファミチキ屋さんやらないかな。ここで一旦1階部分の間取りを確認しておきましょう。おお。お店と一体になった住居部分はこんなレイアウトになっていたんですね。厨房のすぐ裏手にもキッチンがあるようなので、普段生活する際にはこちらを使う感じになるでしょうか。お部屋への入り口はお店と反対側に設けられていて、玄関の先は水回りと個室が2つ縦に並んだスタイルになっているようです。今回はお店のみでしたが、機会があったら入居した方にお話を伺ってみたいな。はい、一旦建物の外へやってきました。お次は上のフロアのお部屋をチェックさせていただきましょう。こちらの物件は1階部分を含めると全部で6部屋あるらしいので、残りはあと5部屋ということになりますね。間取りが全て異なるようなので、全部屋チェックさせていただきたいところですが、お時間の関係もあるので、今回はそのうちの3部屋を見せていただきますよ。お部屋へはあちらのエントランスから階段を登っていくようです。ということでこちらが1部屋目の玄関。室内は約69平米の 1LDK になっているようです。
669平米というと、広さ的にはファミリータイプと言っても差し支えないと思うのですが、それにしては間取りが 1LDK というのは、ちょっと気になりますね。やっぱり、長ーい、そして広ーい。いきなりゆったりとした廊下がお出迎え。靴はここで脱ぐスタイルですね。室内の雰囲気に合わせて、おしゃれなマットをバシッと敷きたいな。で、中へ入ると、木製の引き戸があちこちに設置されていて、何やらダイナミックな可動式の棚も用意されていますね。まずは順番に、手前の引き戸から開けさせていただきましょう。こちらは、水回りでした。左手にスケスケでない扉があって、正面にピカピカの洗面スペース。右手には洗濯機スペースがありました。上部に棚があって、換気用の窓もついていますね。床はグレーのシート張りになっていました。メンテナンスが楽そうだな。洗面台は足元オープンのタイプ。ボックスを活用して収納を増やすもよし。物を絞ってこのまますっきりとおしゃれに使うのもいいですね。ご覧の通り、鏡の裏にも物をしまえるようになっているので、よく使うものはこちらにしまうイメージでしょうか。お次はこちらのスケスケでない扉を開けさせていただきましょう。こちらは、浴室でした。先月改装を終えたばかりなので、新築同様の清潔感に満ち溢れていますね。バスタブはしっかり足が伸ばせそう。新品未使用なので、ピッカピカなのが見ていて気持ちいいな。ということで水回りは以上でしょうか。続いて、反対側にも引き戸が設置されているので、このままあの先をチェックさせていただきましょう。こちらは、手洗いが、三角コーナー。これはスペースの使い方がおしゃれ、かつ効率的。というわけでこちらはトイレでした。ここも新築ピカピカのような感じになっていますが、小窓を見るとやや年季を感じる作りで、リノベーションだったことを思い出させてくれますね。トイレ本体はタンクありのタイプになっていました。座ると扇形に広がるようなスペースになっていて、これは広くて贅沢な作りですね。これ終わったらチーズケーキ買って帰ろうかな。このまま正面の収納もチェックさせていただきます。可動式の棚が3枚設置されていて、これはサイズが大容量。扉なしの見せる収納になっているので、来客が多い場合はのれんみたいなのをつけるといいかもしれませんね。いやー、このサイズの収納は僕だったら嬉しいな。続いて先へと進んでいきましょう。残すは正面の大型引き戸と左手にある2枚。それと右手のオープンスペースですね。窓のない廊下なので、普通なら薄暗い雰囲気になりがちなはずですが、それを全く感じさせないのはこの広さ、そして空間の作り方がうまいということでしょうね。では近い方からチェックしてみましょう。こちらは、個室でした。間取りで言うと、こちらが 1LDK の1に当たる部分ですね。奥が斜めにカットされていて、これは面白い形。ここは2階なので、あの窓は先ほど外観で見えてたあの部分ということになりますが、中から見ると、お部屋の形はこんな風になっていたんですね。右手にオープンクローゼットがあり、ハンガーパイプはないので、自分でラックを用意する感じでしょうか。逆サイドから見るとこんな感じ。引き戸を閉めると、木の素材をふんだんに味わえる景色になりますね。ちなみに、事前に許可を得れば DIY できるようなので、自分で壁に棚をつけてみるのも一興でしょうか。ということで個室は以上ですね。お次は、こちらのオープンスペースもチェックさせていただきましょう。手持ちの資料によると、こちらはフリースペースとのこと。業界用語的には、便なんて言ったりもしますが、居室ではなく、書斎や趣味部屋として使うイメージでしょうね。洋服をたくさんお持ちの方なら、ここを丸々、ウォークインクローゼット的な衣装部屋にするといいかもしれませんね。一方、表のオープン収納と合わせれば、かなりの収納量になりますし、1LDK という間取りに対して、手厚すぎるほど手厚いように感じます。今回は、キッチンが主役と聞いてやってきたのですが、今のところ、収納が主役と言ってもいいかもしれないんだよな。まあ、収納が主役であっても、それはそれで使いやすい部屋になるだろうし。そもそも僕の場合は電気ケトルさえあれば料理できてしまうので、そんなに立派なキッチンじゃなくても全然 OK なんで。は？へ？なんじゃこりゃー。すっげー。やっぱ。なんだこれ。もう完全に語彙力が喪失してしまいましたが、ただ一つ言えることは。やってんなー。で、
これどういう状況？手持ちの資料によると、ここは LDK とのこと。なんか違和感ある。どちらかというと料理専用部屋、いやむしろパーティールーム？なんと呼ぶのが適切なのかわかりません。これまでにも、豪邸のキッチン、シェア物件のキッチン、リノベ部屋のキッチン、と数えきれないほどのキッチンを見てきたのですが、そのどれもはるかに忍ぶ存在感に圧倒されているゆっくり不動産です。真上から見下ろしてみると、この巨大さがより伝わるでしょうか。1LDK のキッチンというと、普通はこのくらいのサイズで十分だと思うのですが、巨大なカウンターのせいでサイズ感が完全にバグっている感じ。もちろんカウンターがダイニングスペースでもあるのでしょうが、一見すると全部キッチンの作業スペースにも見える光景が面白すぎます。一応補足しておきますと、廊下から LDK に入ってすぐのところに小上がりが造作されているのですが、それがこの字型になって、ダイニングテーブルを囲うような作りになっているんですよね。コンセントここなのね。これは何かと使えそうです。いやー、これはすごい。おしゃれなんですが、どこかしら家庭科室っぽい健康的な感じも安心するんですよね。ちなみになんでこんなことになっているのかというと、こちらのお部屋は貸し製造業許可の取得もできるようになっているとのことで、つまりここでパンやケーキ、クッキーなどのお菓子作りができちゃうそうです。ペヤング焼きそばパン作れる。そう言われると、シンクがここにも設置されていることに合点がいくし、いかにもお菓子を製造できそうなカウンターにも納得しますね。ここでパン作り教室を開いたら、かなりまとまった人数の生徒さんを受け入れられそうだし、そうなるとキッチンが尋常ではないほど巨大なのも腑に落ちるなぁ。にしてもでかすぎん。製造業をやるなら、お菓子を作るための材料や器具なんかも抱えるでしょうし、それをストックしておく場所も必要になるでしょうから、普通の賃貸と比べて収納量が過保護なほど用意されていたのもそういった理由かもしれませんね。続いてこちらが冷蔵庫スペースになるでしょうか。こちらに何やら水栓がついていますが、貸し製造許可を取るには隣の収納と冷蔵庫の間に手洗い機を取り付ける必要があるので、希望があった際に設置できるようインフラがあらかじめ完備されているというわけですね。いやー、こんな日の当たる素敵な環境で教室をやるなら、お菓子やパンや焼きそばをみんなで作り、美味しいね、これはこうだね、なんてワイワイと味を楽しむなんて素敵すぎるなぁ。もしくは日曜限定で1階の店舗を借りて、ここをバリバリの作業場としてフルにスペースを活用するなんてのもいいでしょう。ワンチャン話題の人気店になったら、ここで作ったお菓子を通販で送ったりもできるだろうし、これは夢が広がるなぁ。ということで、以上が一部屋目の全容です。改めましてこちらが間取りです。玄関開けると長くて広い廊下がお出迎え、ファミリータイプの広さがある空間を 1LDK にした結果、トイレや個室に書斎まで、ゆとりを感じられる作りになっていました。今回の目玉でもある LDK は特に印象的だったなぁ。リビングダイニングキッチンというよりは、Large Deca Kitchen とでも表記したくなってしまう衝撃を受けましたよ。お菓子作りが好きな方にはこの上ない環境だろうし、普通に暮らす住民さんからしても、人生でまたとない貴重な体験ができるように感じました。もし料理にこだわりがある方がここに住むことになったら、是が非でもホームパーティーをやりたくなるでしょうね。そう、僕だったら、フェアファーしちゃおうか。さてさて、今回はあと2部屋見せていただけるようなので、そちらもさらっとチェックさせていただきましょう。はい、3階へやってきました。こちらが2部屋目の玄関ですね。室内は約33平米で 1DK になっているようです。長ーい。廊下が1部屋目と同じくお出迎え。こちらに可動式の棚が設置されていて、シューズシェルフとして使うイメージでしょうか。このドアの先は水回りになっているようで、今回はスルーして先へと進みます。長ーい。キッチンがスタンバイ。さっきのキッチンを見てしまうと、むしろ小さいような錯覚に陥りますが、これくらいが普通というか、むしろ 1DK のお部屋としては立派すぎるキッチンです。となると確かにこのお部屋でもキッチンが主役というのは間違いありませんね。冷蔵庫スペースはこちら。逆サイドから見た雰囲気も確認しておきましょう。いやでかすぎ、長すぎ。キッチンが主役をいいことに、カウンターの前のめりな姿に愛着すら感じますよ。ちなみに1に当たる個室はこんな感じになっていました。奥にハンガーパイプあり、間取り的にはここが寝る場所、くつろぐ場所になりそうなので、最高を確保できているのは嬉しいですね。ということで、以上が2部屋目の全容です。このまま3階フロアのお隣のお部屋もご紹介させていただきましょう。いきなり室内へ。
キッチンがこの字。いい。これすごくいい。この字型のキッチンって料理や洗い物をしながらコミュニケーションを取りやすい形だと思うんですよね。友達を呼んだら自宅にいながら飲食店の疑似体験ができそうなのも推しポイントです。続いて奥にもスペースがあるようですが、向かった先はこんな感じの半個室になっていて、二部屋目と同じく素材を感じながらしっかり採光が確保された空間になっていました。で、壁のさらに向こうにも何やらスペースがあるようですが、あの先はあそこのあれでチェックしてみると、パントリースペース、あ、冷蔵庫もここに置けるようになっていますね。これなら調味料なんかはコストコのでかいのをどかどか置いて、毎日クッキングを楽しむ生活を謳歌できそう。ということで、以上が3部屋目の全容です。2部屋目と合わせて間取り図を確認しておきましょう。1部屋目をちょうど真ん中ら辺で縦に二分した感じでしょうか。その分お部屋の面積も半分になっているのですが、真っ先に目を引くのがやはりキッチンというあたり。コンセプトに忠実に作られているのが伝わってきますね。食好きが集う。キッチンが主役。住人みんなで地域を盛り上げる。オーナーさんのそんな熱い思いを垣間見た気がしてなりません。おっと、もう一つおまけがありました。ここで暮らす住人さんは、屋上も自由に使えるんだとか。そちらもさらっとチェックさせていただきましょう。やってんなぁ。なんですかこの青い空に包まれた最高すぎるロケーションは。最高かよ。ちなみに今回の内見は強風だったこともあり、箱だけが置かれているのですが、使い方のイメージとしてはこんな感じになるようです。チルさせて、仲間に入れて、いやむしろ、済ませて。ということで、以上が、食好きが集う賃貸の全容です。いかがでしたでしょうか。個人的には数あるリノベーションの中でも、一棟丸ごと大改装するという手法にはいつもワクワクしてしまうんですよね。空き家問題が課題視されて早10年以上が経過するわけですが、今回のような取り組みが一つまた一つと増えていくことで、世の中の住宅のあり方が少しでも改善されていくことを願うばかりです。ゆっくり不動産としては、動画を配信することで世の中に情報発信することしかできませんが、この取り組みが少しでも住宅業界にとっていい方向へ向かう活動だと信じて、今後も内見を続けていこうと思っています。さてさて、今回は食に通じる内見ができたことだし、今晩の食事はトッピング多めで、派手なペヤングにしようかな。今回ご協力いただきました、スタジオデンデンさん、ツバメ社建築設計さん。本当にありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。シェーン、ケン。ボン。うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。X やってるの知っとうと？ LINE スタンプも買ったと？そうね。ありがとねー。